改修後のライトアップされた駅舎ホーム前景文字港駅は福岡県北九州市文字区西海岸一丁目にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JA31 道線の起点駅。関門トンネルが開通するまで九州の鉄道の玄関口であり、対岸の下関駅との間に就航した関門連絡線との連絡中継駅として賑わった。 駅舎は重要文化財に指定されている。日本経済新聞社の2007年アンケート、足を伸ばして訪れてみたい駅の全国第1位にランクされた。初代文字駅舎当初は九州鉄道の起点の駅、文字駅として1891年4月1日に開設された。初代の駅舎が建てられたのは現在の文字駅舎が所在する地点よりも東側。 今の北九州銀行文字支店の裏手に当たっていた。1901年5月27日には、関門連絡線の運行が開始され、本州の鉄道と結ばれて、多くの旅客と貨物がこの駅を経由することになった。しかし間もなく、1911年10月から、下関小森江間で貨車の車両構想が開始されて、貨車は直接連絡線に乗せて、本州と九州の間で、 やり取りされるようになり、当駅を経由するのは旅客が中心となった。1914年に現在の駅舎が完成し、移転開業した。その後も九州の鉄道の起点としての地位を保っていたが、関門トンネルの開通に伴って、文字駅の名前は関門トンネルが接続することになる従来の大里駅に使うことになり、当駅は文字港駅へと解消した。 それまでは、文字の不当にある貨物輸送用の駅が文字港駅と称しており、これに合わせて貨物駅は文字不当駅に解消された。それ以降の等駅は本州と九州を連絡する鉄道輸送の流れから外れることになった。第二次世界大戦に際しては、1945年3月5日に、米軍の空襲を受け、駅構内で3名が死亡した。 21世紀になってからの駅舎復元工事の際には、駅舎に残されていた機銃や爆弾の痕跡が発見された。文字湖駅が輸送の流れから外れた後も、文字鉄道管理局や国鉄九州総局などは引き続き文字湖駅のそばに置かれ、国鉄分割民営化後も、JR 九州は異例の福岡と北九州の日本車体制を維持して、文字湖駅脇,脇に、 北九州本社が引き続き置かれていた。しかし、福岡本社への統合に伴い2000年に北九州本社は閉鎖となっている。この建物は旧三井物産文字支店として現存する。それ以降は文字工レトロへの観光客などが利用する駅となっている。2012年より開業当初への復元、耐震工事を行うために一度仮駅舎に移行したが、2019年に、 工事完了した。東端式ホーム2面4線を有する地上駅。3番線はホームに面していない、留置線に付けられているので南側から1から5番線となっている。2つのホームの間には、日本の鉄道開業100周年を記念して、建立された九州の鉄道起点を示す例イル表がある。また、隣接して留置線や乗務員宿泊所が存在する。直営駅。 また、緑の窓口が設置されており、自動改札機もある。自動改札設置の提案が出た時には、レトロなイメージを壊すとして地元から反対意見が多数出たが、塗装を茶色にして目立たなくするということで同意を得て、稼働開始した。また、関門海峡花火大会など多客時の際には、自動改札機を除外して、開きスペースに守護か簡易リーダーを設置して対応する。 かつてはキヨスクが営業していたが、当駅目の前の文字優先ビル内に出店している。ファミリーマートレトロ文字工駅前店との兼ね合いにより、閉店したため、校内売店は1店舗も存在しなかったが、時期は不明だが、JR 九州リテールとの契約により、ファミリーマートが開店。ここも茶色をベースとした店舗で、景観と合っていることになっている。 駅の東側の車両留置線の中からさらに北の方向へ、かつては外ヶ浜駅まで鹿児島本線の貨物支線が伸びていた。この路線は2005年に営業が休止された後、線路はそのままになっていた。この線路を再利用する形で、2009年4月26日から第三セクター平成地下法鉄道が文字港レトロ観光線のトロッコ列車を運行している。 駅構内には戦前から使用されている洗面所、長図鉢、浄水道など様々な歴史的資産が存在する。現在は別用途に使用されているが、1.2等客待合室、窒機取扱所、寄品室、関門連絡線通路跡等も残されている。特に関門連絡線通路跡には、急に本軍の命令で設置された渡航者用、監視窓の跡も残っている。 これは当駅が外来航路の寄港地だったため、戦時下の不審者を発見する格好の場所だったとされるためである。1891年開業時の初代駅舎は木造平屋建て、霧妻造り、瓦原武器だった。現在の二代目駅舎は木造二階建て、石板武器。ネオルネッサンス様式と呼ばれる左右対称の外観を持つ。 1988年に駅舎として全国で初めて国の重要文化財に指定された。この駅舎は鉄道院九州鉄道管理局公務課設計開始1912年、翌年岡山市の菱川組により建設が始まり、1914年1月、竣工2月から営業が開始された。平成の大規模保存修理開業後100年近くが経過し、 白有被害や老朽化による腐食で、歪みや亀裂が生じていることが分かったため、国、福岡県、北九州市、JR 九州が話し合いを行い、2012年9月から本格的な保存修理工事を開始した。このため2012年9月28日限りで、現在の駅一での開業以来使われていた駅舎の営業を休止し、翌29日から仮駅舎に移行している。 当初、工事完了は2017年度末を予定していたが、耐震補強工事等の実施により、工事完了予定時期が変更され、駅機能の新駅舎への切り替えは2018年11月10日に行われた。旧一等、二等町合室が、緑の窓口、観光案内所として、共用開始となった。二千十九年三月十日に復元工事が終了し、 グランドオープンした。工事では、1914年春工事の姿への復元と耐震補強が行われた。1929年に作られた正面の日差しは取り除かれたが、1918年に設置された大時計や正面向かって、右側の日差し、倉庫は文化的価値と歴史保存の観点から残された。1階の旧山島待合室部分に、 スターバックスコーヒー文字公益店が2階にはかつて当駅に存在した三角食堂を成沢湯このプロデュースによって復活させた三角食堂バ稲成沢が開業した。また、旧憩品室、駅前広場等が復元、旧憩品室を三角食堂の団体客用個室に小荷物取り扱い待合室、西側倉庫、展示室として供用される。 2019年度の1日平均乗車人員は5173人であり、JR 九州の駅としては、東郷駅に次いで第38位である。JR 九州及び北九州市統計によると、各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。駅名の通り駅の近くに文字港があり、駅周辺は、港と東駅を中心にして、古くから栄えた、 市街地で、文字区の中心部にあたる。現在、当駅駅舎や、周辺の歴史的建造物を生かした観光スポットとなっている。各、フェリーターミナルへのアクセスはこちらより送迎が出ている、文字駅の方が便利である。駅前を、国道198号が通り、駅の約200メートル東側を、国道3号が通っている。かつては駅舎前のロータリーに、バス乗り場と、 タクシー乗り場があったが、モジコレトロ事業の一つとして、駅舎前を噴水広場に改めたため、ロータリーは東側に移された。バス乗り場からは、モジ区内各地や小倉方面へ向かう西鉄バス北九州の路線が発着している。西鉄バス北九州による運行。駅横のモジコ駅前バス停留所から、モジ区内及び北九州市内宅各地へ発着する。 また、駅から約400メートル離れた、三橋通り交差点にある国道3号、県道25号の文字港レトロ、文字港レトロ、文字港レトロバス停留所にもバスが発着する。この路線は、平成築法鉄道文字港レトロ観光線に、転用されている。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAB AC アドア a a f AGR 週刊 JR 全駅全車両基地第075朝日新聞出版2012年9月23日4から10ページ AB 鉄林ピアニッシモ52から53 AB 国の重要文化財文字公益を完全復元へ1914年建設当時の姿に宮内庁の資料が後押し西日本新聞 2018年3月22日閲覧。ABCD 大正ロマン復元。JR 文字公益が全面開業タモリさん駆けつけ式典。産 k ニュース。産 k 新聞社。 https://www.sankei.com/.life/.news/.190310/.lif1903100031-n1.html2019 年3月10日閲覧鉄輪 P49。鉄輪 P83。日本鉄道旅行地図帳 関西 1P14 から15特別企画お召し列車明治天皇が見た日本ハット ABJR 文字港駅駅前広場が一新昔懐かしいレトロ町に交通新聞 P3 鉄輪 P190 交通新聞 P1 文字港駅が創建当時の姿によみがえります九州旅客鉄道 h t t p s コロンススララッッシシュュ w w w j r 九州 c o j p スラッシュニューススラッシュ。アイクスファイルズ、アフィールドファイル、2017-03-21-17321モウコスタ pdf2017 年6月15日閲覧。abcdef、モジコ駅グランドオープン。九州旅客鉄道。 2019年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年2月28日閲覧 AB 文字公益対象の面向きえる屋根飾り窓口暖炉朝日新聞社オリジナルの2018年11月10日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20181110065542/https w w w a s a h i c o m articles askb219 特タイプ0 0 h t m l ref="rss2018 年11月10日」閲覧2019年3月文字公益グランドオープン 九州旅客鉄道。2018年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月10日閲覧。AB、文字公益グランドオープン日が決定しました。春工から105年。建設当時の文字公益が2019年3月12日に蘇ります。九州旅客鉄道。2018年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月22日閲覧。AB、最新情報、文字公益が、総研事の姿で2019年3月10日、グランドオープン。多彩な記念イベントも、北九州市文字区役所。2019年2月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年2月28日閲覧。AB 松原学広。 文字工駅保存修理工事について、木材保存第43巻第6号、2017年、348から350ページ、土井、10.5990、ジャパ、43.348。毎日新聞2010年3月6日、北九州、文字工駅、老朽の駅舎、改修を、白有り被害や腐食。 JR 九州など競技文字工駅の保存修理工事に着手します JR 九州2012年7月13日 AB2019 年3月文字工駅グランドオープン九州旅客鉄道2018年7月25日2019年3月文字工駅にオープン三角食堂バイナリサは主なメニュー発表九州旅客鉄道2018年10月29日 文字公益機器品質を再現 JR 九州、十分回収を得来月開業。ケイニュース。https www.sanki.com r e g i o n ージョンニュース190225 rgn1902250008-n1.html2019 年3月10日閲覧。 駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2020年12月22日閲覧。長期時系列統計北九州市。ありがとうございます。